んにちは、鉄道好き芸人 F2 の鈴川彩子です。本日はですね、神宮外苑花火大会にやってまいりまして、花火と電車が一緒に見れるスポットを、はい、ここ JR 千駄ヶ谷駅から歩いて探してみたいと思います。それでは早速行ってきます。国立競技場の横をとりあえずまっすぐ歩いてみます。ここがメインの、ね、会場になるわけです。でそっちに国立競技場がある感じなんですが、はい、まずとりあえず線路を、ね、またいで向こう側に行きたいと思います。はい、こんな感じでですね、はい、総武線、中央線の線路の真上に今来ております。左側が、球場の方です。こんな感じでね、電車が見える場所です。はい、現在地がここで千駄ヶ谷駅がこちらですね。からこうずっと歩いてきて、はい、この辺りで現在花火待機中でございます。花火が打ち上がるということで、はい、間もなく19時半ということで、はい、間もなく花火が打ち上がります。なかなかのトレイン花火ビュースポットでございます。花火が一度に楽しめるということで、はい、ぜひ来年は皆様こちらでご覧になってはいかがでしょうか。もう鉄道ファンは必見ですね、この場所は。はい、ということで以上、トレイン花火ビュースポットを探そうでした。ありがとうございます。